あ、いいですよ、いいですよ、いいです。ここに座ってもらいましょうね。なぜかみんな正座するっていうね。なぜか正座する。はい、じゃあ行きます。あ、すごい、余裕だ、余裕だ。ポコちゃん、ティーブラックしてる。閉めちゃってください。あ、なんか見てますよ。見てますよ。お仕事上、あ、合いますね。ですよね。はい。お仕事的にですね。はい、結構あります。私も野生の蛇は触り気なんですよ。だって何の気も持っとくわからんけんですね。でも野生はこんな大きいのいませんよね。まあ、そう、太いのはですね、長いのはこのくらいっていう。OK です。取れました。ありがとうございます。その子はなんていう種類？ボールパイソン。おーおー、ボールにしてる。欲しくなってきますよね。そうですね。ボールにしてるのが大体このヘビの中では一般的な、なんかケントスネークといったですね。現地にはいっぱいいるんですよ。そうです。まあ、現地はもうほら普通のオリジナルの黒と焦げ茶色みたいなですね。あ、白はいない。白はもういないですね。で、それをずっと日本とかアメリカとかヨーロッパでずっと品種改良していって、いろんな色を使ってるってことですね。ポンパンソンはその、まあ、ベンチにはもう結構いるわ。あ、そうです、います、います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後に締めです。きます。はい、どうぞ。最後、いや、でも顔がびっくりしてますよ。顔がびっくりしてますよ。いっとります。なんか仲良しじゃないですか。もうちょっと慣れたもん。本当に社長誰かに似てると思ったら、キムジョン、キムジョン並みにしてるんですね。言われたくないですか。ちょっと少しありますよ。そうでしょ。こう叩いてくれとか。そう、なんかあの坊主頭がなんとなく。あ、なんかいい感じですね。す、ありがとうございます。はい、どうもですか。あ、やっぱり大丈夫です。はい、ありがとうございます。しっくりで、しっくりしてる。すごい、やっております。ありがとうございます。かっこいい。ももちゃん、また。